皆さんこんにちは。で、それではですね、ガイダンスを始めていきたいと思っています。で、これは中上級のガイダンスってことになるんですね。で、タイトルはこういうタイトルになってまして、ちょっとご覧になってください。いきましょうね。はい、こういうタイトル、全試験形式対応型アウフォン徹底攻略法というタイトルでお話をしたいと思っています。ね、担当はレクセニ講師メリッサ佐藤です。で、ここに書いてある通り、今日やっていくのはアウフォンをどう読みましょうかってことになる、講談になるわけですね。で、一応去年取ったのがアウフォン解釈指南というものがあるんです。で、あれはずっとね、これを読んで、音でやるっていうことなんだけど、やっぱ限界ってあるわけですよ。ね、結構量多かったよね。量が多いんだけど、あれはね、通勤課で聞きながらやるにはいいかもしれないけど、やはりね、手で書いて、こういう場面でこうなってっていう場面想定が明確に書けないわけですよ。で、結構大変だったんですね。で、3時間ぐらいやってるものに対して9時間実は収録やっていて、なんとかつなげたっていうのは、講義になるわけです。で、結構大変なわけですよ。で、今回はというと、できれば媒体と紙媒体で、書いたものについてちゃんとね、作成して講義をしたいと思ってやったものなんです。で、少し変わっていましてね、今回のやつってどうなるかというと、こんな形式をとっています。いわゆるクエスチョン&アンサー方式ってことになっていまして、1対1対応になってるのかな。クエスチョンが書いてあって、趣旨は一体何ですかとか、あるいはここに書いていないんだけど、論点ってあるね、論点。で、職務説明の論点ってあるこういうことになってるんだけど、なぜ論点となったんですかっていうのをずっと書いていって説明したりしていきます。だから、アウフォンについて記載だけ読んでるだけじゃなくって、プラスアルファでこの部分の論点は、あるいは判決はっていうところについてずっと喋っていくわけです。で、そうしないとなかなかね、アウフォンって読解できないんですよ。これ見てね、受かった人いますかね。読んで、私もその口ですよ。一応9試験なんで、読んで受かったって口なんだけど、なかなか理解できなかったっていう感じがするんですね。で、去年かな、受かった方と対談したんですけど、一応読んだらしいんですよ。読んだんだけど、よく分かりませんでしたってやっぱ言うんですね。当然です。だってこれ一応条文築上になっていて、築上的に勉強するっていうのは最後の最後なんだよね。法律はパンデフィテンって話になってるんで、まずは体系上になってるわけでは何でもないんですね。相続について一番最初に書いてやって、格則が審査、審判、再審等と並んでるんで、本当は格則をやったからじゃないと相続ってやってはいけないんだよね。で、また格則の中も総論と格論に分かれてるわけですよ。で、そこも本来は格則をやってから総論とやっていかなかったらいけないんだけど、常務中にやってしまうならば分かんないわけですよ。ただこの試験の一番難しい点、確かに国家試験の中にはたくさんたくさん難しい試験でありますよ。一つは司法試験とか、それから司法書士って試験は、これ極めて難しいです。難しいんだけど、裏が取りやすいんですよ。ちゃんと本に書いてあるわけ、教科書が書いてあって、その教科書を見れば説書いてあって、こういう展開になって、崖の見解はこうなってるって書いてあるわけですよ。だけどね、産業財産権法ないしは知的所有権法って教科書って全くないでしょ。こうなってるんだって結論の部分がアウフォン載ってるだけなんだよね。で、それも特実一章だけでしょ。で、さらに言うならば、解説は抽象的であって、かつ経緯がずっと書いてあって、その経緯って使わないものといるものがあるわけですよ。で、確かに講師になって読むんだったら意味があるわけですよ。ずっとね、解説の経緯を知っていて、今こうなったって分かると説明しやすいから。でも受験生にとってそこまでいるんでしょうかというと、ないかもね、そこは。で、そうなるとこれめんどくさい書なんですね、結構。それを含めて読解するたびに今回は作ったってことになるんですけど、ね、それを前提として少し喋っていこうかなと思っています。で、今回レジュメを作ったんで、これに従って喋っていきましょうか。で、まず開いてみてください。ここですね。まず1番、ね、試験制度で必要なものは一体何ですかと、国家試験を取得するためには一体何か、これは司法試験だろうが、弁理士であろうが、書士であろうが、まずは講義をやった、講義で聞いた方が早いでしょうね、概要をつかむっていう点ではね。で、しかしこれだけで本当に満足していていいんでしょうかというと、どうかな。我々は、ね、分かりやすいようにちゃんと説明してるつもりです。だけど、全てについて説明し尽くしてるんでしょうかというと、無理ですよ。時間というものがあるから、時間、あと回数があるでしょ。
すべて満遍なく理由まで含めて説明していった話になると、今のそうだな 1.5 倍から3倍ないと多分説明できないんですよ。で、講義は一応概要だけ掴むためにやってるんですね。で、まずこれ聞かないと、でも概要すら分かりませんってことになるならば、まず試験で受からないじゃないですか。で、そういう観点で講義でまず聞いてもらいたいわけですよ。で、そして復習ってこれやるわけだよね。復習で、通常復習やるに際しては教材がないとできないわけですよ。で、自分の場合そこでクレストってものを使って復習とか予習の教材としてやってるわけだけど、なんだろうな、まあ自分がまとめただけであって裏がないってものがあるわけね。で、そうなってしまうと難しいですよね。じゃあ皆さん、一般的な受験生って何を教材として復習やってるんでしょうかね、あるように基本書ってものはあまりないんでしょ。そうなるとまずは問題集でしょうね。その問題集も学問でしょうね。担当学問、あるいは論文学問、これぐるぐると繰り返していってくるってことになるんでしょうね。じゃあ担当学問ってレックで売ってるのは10年分なんでしょう。で、これを何度もやるってことについては意味があるんでしょうか、難しいね。で、私は、担当式試験は5回受けました、5回。で、ただ受ける前提として1年ぐらいちょっと勉強していたんですね。で、1回目受けたんだけど全くダメで、2年目一生懸命一応やりました。予備校行って途中で消えちゃったんですね。で、そこでもう1回やったんだけど、当時50点満点でボーダー40点でした、8割ね。で、受けたんだけど50点満点で20点ぐらいかな。もう橋にも棒にかかんないっていう生徒なのね。ダメで、3回目をまたチャレンジしたんですよ。また別の入門講座に行ってちゃんと一応やったつもりなんだけど途中で消えちゃったんですね、つまんないから。で、受けたわけですよ。で、50点満点中24点かな。でも10年分30回繰り返しました。だから見た瞬間何年の何問パッと分かるんだよね。担当あ論文についてもやりました、あこういう問題出たんだよなって分かるんだけど、だけど解けないんだよね。どうしたもんかって思ったわけですよ。ただね、論文について言うならば私は書けましたね、すぐ。まあこれはね、他の試験をやっていたっていう前提があるからなんですよ、書けたのは、ね、だから論文でもなかなか難しいなと思うわけね。自分の経験をそのまま言ってしまうとできないって多分なると思うんですよ。だから最近は少し傾向を変えたというか、まあ教え方を変えたんですね。昔はこう書くべきだっていうのもあって、ベニシさんだとこう書かなかったらいけないというのはあったわけですよ。で、しかしね、今の試験ってそうなっていないから、ね、項目書いてちょっと書けば受かるわけですよ。あとプラスアルファって書けばいいわけね。まあ、これ後で喋ります、こう書くんだっていう点はね、論文式試験にはね。で、まあ、担当については国語もぐちょぐにやるってことが絶対いいんだけど、やってしまっても私の場合は3年目で20数点なんで全くダメだよね。で、そこで考えたわけですよ、さすがに。あ、これまずいなと、俺にはね、この試験って合っていないんだと思ったわけですよ。で、それもね、極めて細かいでしょ。で、細かいこと嫌いなのね、こう見えてもね。くだらねえなと思ったわけですよ、やっていて。で、何がこれで法的思考って試せるのかなって思ったわけ。生意気ですよね。で、受かるわけないのね、そうなっちゃうと。こんなことくだらねえなと思ったわけですよ、まあ、くだらないよね、確かに。通常の実務では通常出てこないだろうし、一般的には例外の例外についてずっと担当式試験も通ってるわけでしょ、だけど仕方がないよね、範囲決めてるのは長でありまして、その範囲合っていないあなたはダメってことになってるからね。で、そこでまた学問ってやり始めたわけですよ。で、今の、4年目かな、やり始めたので、当時はさっき言ったように50点満点で20数点で、担当学問は年間に30回増してました。パッとも分かるのね、だけどダメだったわけですよ。で、そこで考えましたよね、6月かな、考えて、俺もうこれでダメだったらやめちゃおうかなと思ったんですよ、本当に思いました。それは向いていないと、ね、向いてないことって辛いじゃないですか。でもよく考えたのね、本当に勉強したかっていうところです。多分やってなかったんだよね。で、そこで考えたわけですよ、使い方が良くないってことに気づいたのね、意味はあると。学問やることによって腸の言いたいことはなんとなく分かる、ないしはどこを出したいかは分かるっていうところは意味があったわけですよ。でもそこプラス私はこれで暗記をして解こうと思ったわけですよ。量で量化しようと思ったんでしょうね。これは間違っていた、こういう方は多くない。量さえやれば、ね、質がなんかできなくったって受かるんだ、
一番これ分かりやすいもんね。量をたくさんやる質ってなかなか測りがたいではないですか。でそこでやったわけですよ。だけどダメだった。そこで考えたわけですよ。使い方が悪いんだ。でその後ね、何度解いても合格点に達成しない場合があると思ったのね。でこれも自分のことですよ、じゃあどうしようかなって思ったわけ。じゃあいちいち問題の趣旨考えていって、結論考えていって、あとは理由だよね、考えていこうかなと思ったわけです。でも書いていないんだよね。どこに書いてあるか、これは青の箇所から実は出てるんですよ。でもこれがなかなか探しがたいんだよね。だってこれ見てくださいよ、青本ってどう見たって握手でしょ。ずーって書いてあって、どこに結論書いてるかってわからないのね。でそれもさっき言ったように改正の経緯が書いてあって、今じゃ関係ねえぞってのが書いてあるわけでしょ。45年改正においてはどうだこうだって書いてあって、関係あるのかなっていうとあまり関係なさげなんだよね。どこは確かに更新になってから重要ですよ。だけどそうではないってことなんで、ああはたまた困ったなと思ったわけですよ。でしかしこの記載のところから自分で、結論つけて、そして理由つけて考えるようになったわけですよ。でもね、理由付けはアホの場合は極めて抽象的でしょ。その抽象的なところについて具体的に考えるようになったわけですよ。そうなってから急にね、点数が上がったんだよね。あ、問題はこういうことを聞いているんだ。あれ映ってないね。問題こういうことを聞いてるんだ。そうだね。問題こういうことを聞いてるんだ。そこで、じゃあどこまで考えていって結論出すかっていうところについて分かるようになってきたんですよ。あ、ほんでこう書いてあるけど実はこうだったと分かるようになってきたのね。ただその前提として、その前の年確か青本の講座って私は行ったんですよ。今ね全部で30回やってるよね。 Q&A 方式になっていて、昔はもちろんこういうのはなくって、あのこれを読むっていう講座だったんですよ。まあ道場かな。全部で 2,30 人いたんですよ。で私も通いましたね。レックではありません。当時あった予備校の大きいところに通ったわけですよ。でね、年間100回やりましたね。100回、特日で100回、3時間で100回やるんですよ。で終わるでしょ。2年目で衣装商標100回やって終わりっていう講座だったのね。200回やったわけですよ。200回でこれを通信取ってやっておりました、ね、で勉強になりましたね。ああこういうことを言うんだって分かったのが4年目。でこれに前提としてやり始めたわけですよ。でこれが良かったんだよね。だからできたら解釈指南であったりとか、これ取ることによってその前提が分かってもらいたいわけですよ。私みたいにもしなるんであるならば受かりますよ。4年目になった時は明確に分かって、私は50点満点で4年目は何点だったかな、45、6、9割以上ですね、取れました。9割以上取れました。で論文もこれ読めるようになってきたわけですよ。ああこう書くんだよな、こう書いちゃうと点数何点で、これ以上書いちゃうとちょっとこれまずいかなと、試験超えるというイメージですね。そこでこれは名を分けてちょっと書くってことをやったんですよ。そしたらね、どんな問題でもいい点数を取れるようになったのね。あ、これかって分かったんですよ、で今論文のね、論文の指導もやっていないので本当はこれを教えたいわけですよ。本当はこう書いて名を分けてちょっとつけてまとめる、まあ、これが分かるならば多分何回受けても受かりますよ。で受かりやすい。特に問題も長くったって白くなくったって、まずは一般的なことを書いてちょこっと書くのね。大と、これ分かれば書けるわけですよ。ただこれ分かるためには過去問やっていかなかったらいけないんだけど、理由付けが全部青本になるわけですよ。そのためにこの講座ってやるっていう前提になるからね。で論文過去問も同じです。そういった意味では、ね、趣旨とかないしは理由付けは全てここに書いてあります。なるほどねっていうところが抽象的に書いたのね。抽象的にこれを自分の言葉に変えて使うことができるようになるならば、多分論文試験も受かりますよ。場面想定もできるってことになるからね。まあそれは2番に書いてありまして、論文は、どう使うかがポイントになります、ね。まあ、一見しちゃうとパッと見た今年も均等論だと言って書いちゃうんだよね。ちょっと違うんですよ。見ると昨年度は部品と権利証人っていう問題でした。一般的な権利証人は出ますよね。部品と権利証人についてはあの中山先生の方に書いてあります。書いてあるんだけど理屈が載っていないんだよね、まあ、結論を書いてあるわけですよ、で、まあ、そこを考えてどうするかってこともあるんだろうけど、ちょっとまあ傾向違うんだよね。だから何を言いたいかというと、過去問の問題やりました。
思いましたと。この通りやってしまって受かるんでしょうかというと、本当は厳しいんでしょうね。本当は。まあ、でも相対評価なんで受かってるってとこあるんでしょうね。じゃどうやったら本当に読めるようになっていて、かつ論文だったら8割以上取れるようになるかっていうとこね。これも上の方で受かりますよ。まあ、これは一つ目。ね、まず、まあ、特に特実は事例問題が豊富ってことになっておりますので、単独問題の演習が必須になります。演習必須ね。でもちろん単独マターのところってあるよね。38ドル2であったりとか、あるいは装飾マターであったりとかっていうのは、まあ、単独マターなんで、論文は全く関係ないわけですよ。ここはね。まあ、ただ、それは軽くやるっていうところで十分なのね。特に免除の方。これは Twitter でも言ってますよ。免除になったらやらない。これ絶対やってはいけないってことです。ね、で私の時は当然免除がなかったので、一回ダメだったら全てから受け直すわけですよ。まあ、そうすることによって、あまりね、担当の点数が落っこってってことはないのね。通常、恒常的に点数で取れるわけですよ。そうなんないと、すぐ忘れちゃうよ。まずは。まず免除の方、しっかりとやっていきましょう。ね、で、その場合なんだけど、どう、まあ、担当過去問で使うんでしょうかっていうところだよね。まずさっき言ったように、読解として使います。読解。事例問題については読解です。どうやって読解して、早く解くかっていうところね。これが実際上難しいわけですよ。なかなか。ね、何時間待って問題回答してやったら、誰だって多分解けるんですよ。緊張感の中で、でそれも2時間で解くんでしょ。だから失敗するわけですよ。だったら、いわゆる練習自体においては、時短、すごく短くって書くというのはできないと難しいよね、ここはね。で、そういった意味では担当問題の演習が徹底されていないと難しいんでしょうね。また、2つ目、担当論文的に解くんだ。いつも言っています。ね、担当問題は何千ってありますよ。まあ、それは試験のメッセージなのね。こう書いてもらいたいんだ。こう解いてもらいたいんだというメッセージです。で、これに対して論文的思考で解けるようになるならば、何だってかんだって解けますよ、そこは。あとは青の趣旨から解くんです。趣旨、その趣旨ができるかどうかっていうのが法律家の一歩ってことになるからね。そこから解いてって、キャンガー敷いて結論書いてってことをやるわけですよ。実務もそうね。でできないと終わるわけですよ。それ以上の幅って全くないって話になるから、まあ、これはここに書いてあるわけね。趣旨書いてあるわけ、ね、まあ、読めばいいでしょってだけになっちゃうんで、趣旨だけだったら意味が全くないわけですよ。その趣旨プラス、まだちょっと書いてある抽象的な規範とか論点については裁判例、あるいは審査基準等を含めて見ていかないと実際ところ分かんないのね。でもこれ一冊にまとめないと、あれもこれもってなるんですよ。これ一番いけないの、うん、で、その推定式やったのが担当アドバンスっていうテキストだったのね。まあ、当時は担当式試験って3種の神器と言ってました。まずは条文集見て、過去問集見て、あとは基本書を見て、4種か、あとはね、青本見てってやって解けって言ったのね。でもバラバラになれば時間ってかかりますよね。で、そういう問題点があったんで、受験生時代にまとめたんですよ。それがアドバンスのスタートでした。であれだから相当売れたんでしょ、ね、売れたと。だって使い勝手がいいもん。あれを超えるものって未だにないと思いますよ。この業界においてはないと、ね、まあ、それは自信持って言えますよ。ないと思います。ない。でも論文については特にないんだな、これっていうのは。で、青本についてクエスチョンアンサーで分かんないところについては、あとは基本書ないしは判例から補完してやるようになるならば、これはそれになるかなと思って今回作ってみたわけですよ、ね。まあ、これ後でセットしゃべるとして、じゃあ2番、ね、2番なんだけど、青本読むということ、読むということ、まあ、これは解釈したんでやってるんではないですかってことになるけど、あれはね、まあ、通常読んでるだけなんで限界ってあるわけですよ。だって疲れるもんね、やってる方としても。こんなこと言ってはいけないけど、であるいは何だろう、場面がね、場面はまあ想定できるかもしれないけど、私が出てきて手で書いてこういうふうな想定になってますって書いてるわけではないんですよ。音だけだからね。だから大変だったの。でも今回は顔を出して説明しってことができますんで、やりやすいのね。でさらにクエスチョン&アンソワー集ってありますんで、分かりやすいんですよ、僕はね。で、ただこの本読むっていうのは極めて難しいんだってことがあるわけ、ね。で、これは一応書いてあるよね。なんで難しいか。一つは改正の嵐です。今回もまだ改正されそうになってるんでしょ。訂正審判、訂正請求の際については
実験者等の承諾が取れないとできませんというところが変わる予定ですよね。あるいは商標についての侵害系も少し変わるということが書いてありますので、変わる予定だよね。また変わっちゃうんだよね。この改正がずっとなっていて、でも本って一冊になってるわけですよ。一文冊になってしまうならば、これギューッと凝縮するんだよね。で、凝縮してしまったがために分かんないものは結構あるわけですよ。一体これ何ってやつね。例えば1章の24条2項ってあるじゃないですか。領域の判断権者って業者なんです。で、これがなぜ審査パーツについても適用できるんですか。できるってことになってるんだよね。でも書いてある章はどの単元だっけ。意匠権っていう章単元だ。あれ、そういうのを見ちゃうと、意匠権っていうところの類似判断については両者はもっと判断しって読めるわけね。じゃあ審査パーツはどうですかというと、読めないではないですか、なかなか。でもそこは改正文に書いてあるんだよね。加藤不事件によるならばって書いてあります。1行書いてるだけなの。でも青本書いてないのね。その1行書いてることから何を読めるかっていうのを読めないと、本当はこれ分からないわけですよ。加藤不事ってどんな事案でしたっけ。3条1項と3条2項との関係について問うた、これ審決取り消す事件なんだよね。で、これどう見たんだっけっていうことだけど、別の体系ですと言ったのが最高裁だったよね。で、もともとはどう見たのかっていうことだけど、3条1項3号、これ公示事象と同一類似関係については設定努力になりません。で、3条2項はそれを取っ払った創作の有無について判断する規定ですって話になってるわけ。まあ、それで別だってことになってるんだけど、3条1項については公示事象と同一類似範囲と言ってるんだよね。で、同一類似って他にありますかというと、ありますよね。確かに審決取り消しをやってるところはどこかというと裁判所。でも裁判所って、それ行政事件だけではなくって、一番の専門は侵害系なんでしょ。まあ、侵害系の23条のところの類似判断については裁判所しょっちゅうやってるわけですよ。で、そこと同じように概念があるんで持ってきてしまったというのが書いてありましたよね、加藤法須ってところでは。で、その判決があるんで、24条2項に書いてあるんだったら審査パーツについても適用やってもおかしくはないと書いてありました。まあ、これで分かったってことになるんだけど、もうそれ詮証されてるわけですよ、これ事例のところが。そうなると読めませんよねって言ってるわけ。すごく難しいわけだよね。まずこれが1つ目ですね。改正の嵐でギュッと絞ってしまったがために難しいことになってしまったんだ。本当から言うならば、各改正本ちゃんと読んだ方がいいって場合もあるわけですよ。これまとめてしまった方がいいに決まってるわけね。で、さらに2つ目、最近の改正は国内事情の要請から変わったんだったらまだしも想定できるんですよ。でも条約の改正によってこうなってしまったんだってのはめちゃくちゃ多いのね。で、抽象的になってるわけですよ。特に27年改正とかって話になると、 PLT の要請によってこう変わったんだと言ったってわけわかんないでしょ、それって。だからこれも含めて理解するのって結構大変なわけですよ。で、変わってしまったことによって相当変わってしまったものはあるでしょう。例えば PLT の要請によるならば、優先権書面等の補充訂正が1年4月間できるわけですよ。こうすることによって優先日って変動しやすくなるんだよね。で、そこで何かってことだけど、優先日からっていうところについて変わってしまっているものがたくさんあるわけでしょ。例えば何かというと、外国書面出願の訳文提出だよね。優先日から1年4月となってるわけ。で、昔は1年2月だったんですよ。まあ、それは14条4の規定によって優先権の補充訂正ができるようになって、優先日って1年4月間変動するってことがあるんで変わってしまったんだって理屈になってるわけだよね。で、これは予約書についても同じって話になっております。で、こういう関係性がちゃんと分かっていて理解できてるんならいいのね。じゃなくって、一個一個分かってるだけでやってしまうと、なんだろう、かえって理解できないんですよ。で、そういう、これ本なのよ、この本って。だから難しいのね。で、さらに3つ目、令和改正法は、これ本当から言うと青本と改正本と審査基準を全部含めてみないと分かりがたいんだよね。で、したがって昔以上に読むのが難しくなりましたって私書きました。これ昔以上に面倒くさいですよ。ないしは薄い記載が、だから抽象的で分かりがたいんですよ。で、さらにここに書いてあるようにインデックスがついていません。ずーっとね、だって文字がずーっと書いてあるだけだもん。インデックスがくっついていて、いや、これこういうことを言ってるんです、どうですかっていうんだったらパッと分かりますよ。で、それがないってことになるならば、なかなかこれ分かりがたいよね。いい本かもしんない、
いい本かもしれないんだけど、そのでそのインデックスがないことによってめちゃくちゃ分かりがたいわけですよ。よくないこれはね、うん、でそこでインデックスをつけたのは今回だってことになるわけね。で解釈指南はインデックスはついていません。で通勤課題で9っていうだけのこれものなのね。インデックスつけて、バイトに配ったって話になるならば、見て理解しった話になるんで、まあ音あと耳音か耳とあとは目、これによって分かるってことになるんで、倍以上これ入ってきますよ。あと書くべきことはこれだってことも書いてあるんで、作り方が特実と衣装表現少し変えてるんですけどね。衣装表現の方がうまくできてるかなっていう感じはするんですけど、まあいいでしょう。後で見てください。そこはね。うん、で、次だよね。次。で、あと最近の試験傾向少し変わってきたぞってことを言いたいのね。はい。まあ、それが次のページになるのかなと思うんですけど、うん、で、これは3番書いたのは、昔の試験って、三種の神器使ってやっていたので、まあ、担当については担当アドバンスを作ったんだってことを言ってるわけね。で、これに代わるものとして作りたいのが今回のものでということで、論文リーダーという方をしております。まあ、これいいんだと思うんだけど、あと4つ目、この講座で何をやろうと考えてるんでしょうか。青本なんでしょう。青本って担当式試験出ますよね。あと論文式試験出ますよね。あとは改正分野出ますよね。すべてこれまとまってるわけです。だから、なんだろうな、もう一回入門講座をやるっていうのも一つかもしれないけど、変わってしまった場合ね、これだけ通ってやってしまうってことも一つかもしれません。そこはね、はい、で一つ一つ、いわゆる、科目に応じてのことって少し書いたと思うんだよね。まず特許法本試験の論文って書いてあるんだけど、担当の集合体に近いんだよね。担当の集合体に近いとなっております。だから担当試験をうまくこれ使ってって話になるんだけど、さっき申し上げました、担当の回答でどう書いてある、条文何条に書いてあるから丸になります。まあ予備校なんで客観性がないとこれ引きることができないので、まず条文から間違ってるわけではない。でも論文的な思考っていうのはそこだけではないよね。理由だよね。それが分かって初めて理解できるようになるわけでしょ。で最近はそういう考え方を通っていますと私書いたと思うのね。通っていますと、まあ、特に昨年だったんですかね、あの無効審判の、留保中ってこういう場合できますかって事案があったわけですよ。あれは趣旨を書いて、そこから見るならばこういう場合じゃできるとかできないって結論はどっちでもいいわけですよ。それをちゃんと書いていかないとまずいわけだよね。批判書いて書くわけ、暗記ではないわけ。ちゃんとアホの経緯からするならばこうなっていてできるって書くかどうかっていうところでしょうね、うん、あるいは遺書、遺書の場合は本試験の論文ってどういう問題ですかと、バクとした問題結構出ます。バクとした問題です。旧試験に似てますよね。でなぜかっていうところだけど、あの出願の件数がめちゃくちゃ衣装って少ないんですね。で確かに新しいタイプの衣装は出てきました、出てきたんだけど、今回コロナでしょ。でまあその出願件数がベラバに多いかというとそうでもないんだよね。そうなると設定登録になった例も少ないし、またまさや侵害系は全くないわけですよ。そこで出るっていう話になると根本的な規定ってことになるに決まってるわけですね。あと去年の侵害系もそうでしょ。ね、新しいタイプの衣装の侵害系じゃなくて、昔ながら物品違うなら否認で、それで物品否認できるんだったら否認、明確でなかったんで、もし否認ができないっていうんだったら抗弁書いて、先週の抗弁ないしは143の抗弁とかね、書くわけですよ。それを聞いてきただけなんだよね。第2問って第1問が関連でした。まあ審査パーツなんで特許の基準ちゃんと知ってるかってことを聞いたんでしょうね。そこはで今回はというと多分変わんないかなっていう感じがします。でもちろん侵害系は問いがたいですよ。ただバクとした問題聞いてくるかもね。画像について書いてくれませんかとか、なぜ画像について単体で記述されたのか書いてくれませんか。あと画像のことを言った場合はどうやって保護できるんでしょうか。画像だけではないね。画像を含んだ衣装ってあって物品関係でも取れるではないですか。昔ながらのやつね。でどう違うかってことについて書け、出ないと思うけど聞いてきてもおかしくはないしね。あとは関連書の趣旨ないしは一個一個の趣旨ですね。10条1個の趣旨とか2個括弧の趣旨とか書けと、まあ、これは結構難しい。だって関連書って抜本的に変わったもんね。僕ら習った場合習ったらもちろん類似書からだったんですけど、受かったら一番最初に講義したのが、まあ、当時平成10年改正ぐらいだったんだよね。この場合
こう言ってましたよ。同時期に創作されたバリエーションについて同等に保護したいんだ。同時期って言葉入ってきたわけですよ。だからセガンビ同日って言ってたのね。でこれによって行政コルスの観点からも言っても妥当だってことになっていたわけです。でも現在どうなってんの。基礎遺書から10年間出してもいいんだぞって話になってるんで、同時期に創作されたバリエーションでも何でもないのね。でそうなっちゃうと根本的に全部変わりますね、中身が。でそれについてなんか連続あるように書いてるわけですよ。で違うでしょ、実際上は概念が全部変わってしまってるわけです。そう変わってしまったという書いてるもんって見たことがないわけですよ。これを踏まえて書いてくれませんかって問題出るかもしれないね。なかなか難しいよね。で令和元年のこれ問題、これは遺書法独特の見地は一体どこにあるかっていうところと、これからするならば変更ってどうやってできるんでしょうかってことを聞いていますよね。ここあとは29年、これは変わるっていう前提で聞いたんでしょう。遺書の物品とは一体何か、物品してですね、物品とは何か、あとは画像の保護といったら一体何かってことを聞いたんでしょうね、多分ね。おそらくこれ29年ですよね。29年で聞いたんだってことでしょうね、おそらくね、はい。で今年はっていうと、まあ、このマックとした問題、この29年のようなあの改正がもう起訴されてるんで出ましたって問題は多分ないと思うんですよ。ないけどもあのこういうバクとした問題出るかもしれませんね。ないしは趣旨問題、ヤホンはあくまでもあの関連書の場合についてもこういうふうに変わってしまったと、昔からあったんだって書いてるかもしれないけど本当は違いますよね、まあ、そこをちゃんと踏まえて理解しないとまずいわけですよ、まあ、これは説明したいと思ってるわけね。全然違う制度になってしまった。もともとは類似書はダメだったんで関連っていう遺書を作ったわけですよ。だけどそうではないような形になってしまって旧類似書に近い形になってしまってるわけね、まあ、本当にこれ妥当なのかっていうところが実はあるわけですよ。あるいはそういう体系になるならば解釈ってこうあるべきだったって叱るべきなのね。だけどまだ基本書もないし裁判例もないしって話になるんでめちゃくちゃ難しいですよね、遺書って。まずね、あと商標関係で、商標関係はくらいみんなブーブー言ってましたよ。40以降3号出たと。でもらった方ってまずいないと思うんですよ。で私は1回だけありますね。で特に適用除外が明確に書いてない時代だったんで来てしまったらお手上げっていう状態だよね、そこはね。でパリとの連関性がどうなってっていうのはそれを全く当時は理解してなかったんで、あダメだって思ったわけですよ。今そうでもないね、イトロってあるのでそこから反論しっていうのは、いや考えることができるかもしれません。昔だったら直接適用しってことで書いてもよかったのかもしれないけど分かんなかったんですね。やっぱこれ勉強不足ですよ、そこは、ね。でも今回聞いたらなぜかっていう点なんだけど、多分ね試験が伸びてしまったんで予備校たくさん通れんやったでしょうね。この通れん中に多分予想問題があったんでしょうね、おそらくあったんで、こういう聞きたかったんですよ。で出したと、出してちゃんと分かってるかって聞いたんですよ。でこれ驚しくべきことは今年一発の方がたくさんいましたよね。何年もやってる方がそうでもなかったということはね、何年もやってる方って論文特化になっちゃってるんですよね、多分ある一点のところはやっている、でもそうじゃないところはやっていなくって論文は出ないなって言って手を抜いたんですよ。じゃなかったら一回の方がこんなに受かることはないですよ。で甘かったってことね、そこはね。でそういう問題出たことによって不公平ですかって不公平ではないと思うんです。ちゃんと勉強やってれば絶対解けるので、そこはね、なんだろう、あのアンホンのこの講座って担当も論文もはたまた公示試験も含めてやっておりますんで聞いてもらいたいわけですよ。特に私の場合は、いつも言ってる法文系なんで論点についてはちゃんと説明します。特に商標そうだよね、この問題、ね、これ何聞いたんだっけ。で3条2項と同意性の範囲の厳格性を聞いたんだよね。で3条2項ってまあ、例外だよね、言ってみたらばね。これ例外について厳格に返すべきですか、ないしは緩和してもいいんですかっていうところについて論じるんですね。あなたはどうしますかってのを聞いています。確かに例外なんで厳格適用っていうのは旧審査基準だったよね。だけど最近変わってきたわけでしょ、立体商標も入ったということを踏まえて変わってきたわけね。厳格適用であるならばまずいという場合も出てくるわけでしょ。で少し緩和しても良さげなんだけど、だけどあまり緩和しちゃうならばどうかな、遺書で保護する対象が商標でったらしになってしまって、かえって
その時間の延長になるような場合については多少違ってってのもあってもおかしくはないんでしょ。だから物によって少し変わってくるのかなっていう感じはしますね。学説書はですよ、そこね、論じるんだからどう変えてもいいんですけどね。ないしは下の事案29年なんですけど、無効審判請求期間から5年経過してしまったんだ、無効理由から5年経過しちゃったんだ、だったら除斥期間経過してしまって無効審判請求できないんだよね。こういう場合についても順徳143で無効の公弁って出せますかって聞いたわけですよ。まあ、これどうかな、規定があるわけではないよね、あるわけではない。でこれは自分で見解書いて書くわけですよ。だって書いたらね、所在を書いた上で論点問題って普通これ書くんですよ、所在、ね、で司法試験で絶対これ書くわけですよ。だけど皆さんの論文見るならばこれ書いていないんだよね。いきなり答えが書いてあるわけですよ。論文自体も何でもないのね。それってまず問題点があって、なぜ論じる必要性があるかってと書くわけですよ。そして趣旨を書いてって結論を書くっていうのは一般的な論証って話になってるわけ。これ吹っ飛ばしてしまってるわけでしょ。そうなっちゃうと、全くこれ分かってないんじゃない、答え覚えただけではないっていうところがなんとなく明確にするんだよね。でさらにこの事案、81項って書いてあるね。81項の歌詞があったと言ってるわけで、Emax は41項15ね。ということは41項15の無効審判請求できる者っていうのは戦勝権持ってるんで、無効の公弁出して勝たなくったって本当はもう使用はできてるのね、戦勝権だね、こういう場合については一体どうですかというのが本来は、Emax っていう射程なわけですよ。社長関係についても同じように考えていくべきですかというのが一歩深めた中身なんでしょ。ここ言ってること分かるかな。 Emax は41項15違反の無効の公弁でしたということは、当然周知性は32条を超えてあるってことなん で32条使用できるんだよね。だったら権利行使ってされないですよ。もう結論決まってるわけ、もうこれを使用しなくったって公弁出せますかっていうのが Emax っていう事件なわけですよ。まあ、当然なんだろう、できるないしは本当はできないんだけど乱用になるから権利行使はやってはいけませんっていうのはなじみやすいよね、そこはね。だけどね、これは81項関係なんで本来関係ないじゃん、この場合でも言っても良いかってわざわざ聞いたんでしょうね。まあ、これは難しいっていう論点ですよ。言ってみるならば射程だよね、ないしは下令和元年なんだけど不使用取消審判と商標的使用対応ってことね。商標的使用対応たる使用じゃないと業務上の使用を加担しないっていうんであるならば、これそうじゃない使用の場合については不使用取消審判請求されちゃうんだってことになりそうだよね。この一方で、商標的使用対応じゃなくったっていいっていう見解もあるわけですよ。なぜか、そもそも商標的使用対応っていうのはどういう時にできてきたんだっけ、こんな規定なんかないんだよ、商標権の侵害に対する対抗策としてできた概念すぎないわけですよ。となると侵害に対する公弁として商標的使用対応論ってあるわけだよね。それが明文化されたのが26条の1項4号でしたっけ、規定がありますよね、できたって言ってね、公弁なわけですよ、もともと商標的使用対応と言ってるのね。じゃあこの不使用取消審判ってそういう公弁に該当しますかというと、いないでしょ。じゃあこういう場合についても使うべきだなのかですかっていうところについて説割れるんだよね。そうでありますっていう見解で、そうではないですっていう見解で、あなたの見解はどうですかと聞いてるんで難しいわけですよ。でそれまで踏まえて射程踏まえてちゃんと勉強していますかね。でこれがないとやっぱねダメなんだっていうことに本当はなるんでしょうね。これは難しい。でこれも含めて少し喋りたいと思ってるわけですよ。特に商標系とか意匠系のところについては喋っていきたいかなと思ってるわけです。そして最後、ね、6番目ってことになるんだけど、ここ弁理士試験は国家試験の中で一番最も勉強しにくい、難しいんじゃなくって勉強しがたいんです。なぜか、1つ目日常と普通ではないからと。そうね、司法試験民法刑法ってあるけど、まあ、一般的なことについて言ってるだけでしょ。確かに学説ってありますよ。だけど馴染みやすいよね。でも特許著作権って親和性ってあるかな、日常生活において多分ないわけですよ。だから我々って割と認知されていないのかなってことも実はあるわけだよね。となると結構これ難しいよな、場面想定が測りがたいわけですよ。でさらに2番、実務と試験が一番乖離してるわけ。
まあ、今の方って大体実務やってるのが先行になってるかな。で、やってるんだから大丈夫ってことで入ってくるわけですよ。だけど、全く違うんだね。実務と試験って違ってくる。ね、だけど、これでいいわけですよ。実務が登用試験が試験たらしになってるんで、実務に耐えることができるかってことを聞いてるに過ぎないのね。合わせる必要性は全くないと思ってるわけですよ。それは研修でやればいいんですっていうことになってるからね。となると、実務ができるからといってあまり関係ないわけね。で、必要とされる能力は一体何かっていう点書いたと思うんだけど、まあ、まず一つ目はね、画一的な事案をいかに早く処理をできるか、うん、これ従来タイプの便利さなんですよ。まあ、それが数年前までっていうか数年前にあったような事例の長いものね、あれが少しだんだんと、少し緩和されてきましたよね。よくないと。もうこれはもう一般もいる、いっぱいいるわけですよ。できる方って。じゃあどうしましょうかと。少し考えていただけませんかっていうふうに変わったんでしょうね。だんだんと特許も少し短くなってきたかなという感が実はありますね。で、さらに商標系、商系は全然違ってくるでしょ。論点バチとかね。ないしはこういう場合ってどうなりますかっていう意見を聞いてるわけです。で、あと3つ目。法律専門でも理解できなかったって書いてあるかと思うんだけど、そうね、私は法文系でした。法文系です、ね。大学4年までずっと勉強やってきて、まあ、法律系ね、やってきました。で、かつ大学に行ってもやってきたんだけど、知財って通常何年でやるんでしょうね、大学では。4年目にやります。4年目。ということはね、民法、刑法、民訴とは分かってる方が勉強しっていう科目なんですよ。だけど弁理士試験ってこれが当たり前だってことで最初からやるんでしょう。違うからね、大学だったらまず民法をやります、相続やります、1年目、2年目でこれは物件やります、3年目債権等をやりますってやって、やっと4年目でまあ産業財産権で勉強しましょうねってなってるわけですよ。選択科目だけどね。ということは前提として、いわゆるその科目をやる前提として民法等が分かってる方が受ける試験になってるわけね。だけど、そう教えていないよね。特別なんで公暗記しなさいと言ってやるわけでしょう。となると、なかなか理解ってできないですよ。理屈がないってことになっちゃうから。理屈があった方がやるんだったらいいわけね。で、そうではないわけでしょ。で、そうなっちゃうと、難しいよねっていうことを受けるわけですよ。まあ、言ってみたら、現代国語が分かってない人はいきなり漢文やるのに近いのかな。そこはね。で、難しいかなってのがあるわけですよ。受かった後もちょっとねってのが結構あって、そうしないように、まあ、少なくてもこれ読んでみていこうってことをやってるわけですね。はい、あとは4番なんだけど、じゃあ暗本やることによって理解することによってまあ基礎を作るんだ。じゃないと単なるね、表層だけやってしまって終わってしまうからってことがあるわけです。しかし暗本ちゃんとやるならば、暗本って貢献解釈本の中の一つってことになります。ね、他の基本書って基本書が全くないよね。基本書ってなくないですか。で、商標といえば誰を指します。あるいは衣装、特許ありますかね。私の基本書このくらいあるんですよ。全部あるんですよ。あと吉売先生、網野先生、高田先生、ボロボロこのくらいあるわけですよ。これを読んで勉強したわけです。だけど今こんなものはないよね。全然体系になっていなくって、予備校の本にちょっと近くって半年の商社が少し書いたのが基本書って話になってるんだけど、そうではないわけですよ。基本書って本当はね、それは何冊もあったの昔は。でも今そうなってるわけではない。となると貢献解釈本なるもの、基本書ってこれしかないわけですよ。これで、これに頼ってしっかりと勉強しないと素地がつかないわけです。まあ、それでこの講座ってやるんだぞっていう位置づけになっております。まあ、そういった意味では入門終わった方は、まあ、もういいだろうし、ないしは担当終わった方いいだろうし、ないしは論文だけの方いいだろうしってことで、復習として使ってもらいたいんですね。で、そこでもし分からないんだったらダメなんでしょうね。まあ、よくしっかりと理解してもらった上でちゃんとやってもらいたいと思っております。はい、まあ、そういう感じでやってまいりますので、まあ、通信だよね。通信なんだけどやってまいります。まあ、今通信でしょう。時と場所を超えてもいつでもできるってことになってるんで、よく聞いてもらって、そして理解してもらいたいと思っております。ね、で、まあ、まあ、これを繰り返すことによってその翌年度担当の点数が上がった、ないしは論文式試験が見た瞬間分かるようになるっていうことを目指してやっていきたいと思っておりますので、ぜひね、ご検討の方は、ね、検討していただければと思っております。じゃあお疲れ様でした。